こちら浦安情報局こちうらの時間です。暑い日が続きますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回のふるさと浦安、この一枚はこちら。道路脇や公園などの植え込みでよく見かけるシャリンバイです。枝の分岐が車輪のスポークのようで、花が梅に似ていることからこの名前が付けられたそうです。ところで後藤さん、今回はどちらに行っているんでしょうか。後藤さん。はい、私は今堀江の清流神社に来ています。後ほどリポートしますね。はい、よろしくお願いします。ではまずはじめに市内の出来事をお伝えするあんなことこんなことパート1です。5月12日には郷土博物館で街路樹観察会、このイベントをきっかけに浦安の環境に興味を持ってもらえればと開催しました。講師は浦安在住の樹木医有田さん。館内でオリエンテーションを行った後、バスに乗り今回の目的地弁天ふれあいの森公園を目指しました。公園に着いたら早速樹木の説明。葉を噛むと糊のようになる木、この特徴を生かしてお線香を作るのに利用されたという話を聞きました。今度は咲いている花の匂いを嗅ぎました。この木はトベラ、ジャカランダはこれから紫色の可愛らしい花を咲かせる木。この時は清々しい葉っぱがついていました。葉に字を書くことができるこの木はタラヨウ、はがきの木、手紙の木とも呼ばれているそうです。綺麗な花が咲いていたのはユリの木、赤い葉っぱの時は満作、葉が虫下しになるという仙丹など、さまざまな植物を見て回りました。50種類以上の植物を観察した郷土博物館の街路樹観察会、参加した皆さんはとても満足そうでした。5月16日にはみのり保育園と双葉保育園の園長などが文部科学大臣表彰を受けた報告のために市長を訪問しました。文部科学省では子どもの読書活動についての関心と理解を深め、その意欲を高める活動を推進するための特色ある優れた取り組みを実践している学校や団体などに対し大臣表彰を行っています。2つの園は全国でも珍しい司書がいる保育園です。さらに図書スペースの確保や発達に応じた絵本の整備に努め、子どもが本に親しむ機会を増やしています。今回はそれらの取り組みが評価され表彰となりました。市長は活字離れが教育の低下につながると考えているため、それを食い止める素晴らしい取り組みとお祝いの言葉とともに2つの縁を称えました。中澤さん、ここ清流神社には大きな木がたくさんあって、木々を渡る風がとっても爽やかですが、ニュースなどを見ていると今年の夏も暑くなりそうですね。そうなんです。今年は2月20日に群馬県で夏日を記録しました。さらに4月の日本の平均気温が過去最高を大幅に更新したんです。そして5月に入っても暑い日が続き、6月から9月も暑さが厳しくなると言われているんですよね。その暑さも猛暑というより酷暑。昨年と同じように災害級の暑さになりそうなんです。
ということはやっぱり熱中症には要注意ですね。そうなんです。ここからはその熱中症を引き起こす要因について見ていきましょう。熱中症を引き起こす要因として考えられるのは環境、体、行動です。まずは環境。気温が高い、湿度が高い、風が弱い、日差しが強い、閉め切った屋内、エアコンのない部屋、急に暑くなった日、熱波の襲来などが考えられます。次が体。持病のある人、肥満の人、高齢者や幼児、体調不良の人、低栄養状態や脱水状態の人、暑さに慣れていない人。そして行動は、激しい筋肉運動や慣れない運動をする、長時間の屋外作業をする、水分補給ができない状況になるなどです。普段は体温の調整が自然と行われていても、そうした要因が重なると熱中症になるんですね。そうなんです。はじめはめまいや立ちくらみ、筋肉痛、汗が止まらないといったあまり目立たない症状が出ます。この初期症状の段階で体の変調に気づく人は少ないと言われていますが、激しい仕事や運動を続けていたりすると、頭痛や吐き気、体がだるいといった倦怠感や虚脱感を感じるようになります。もっとひどくなると、まっすぐに歩けない、走れないといった状態のほか、呼びかけに対する返事がおかしくなったり、体温が異常に高くなったり、さらには痙攣したり、意識がなくなったり、時には命を失うこともあるんです。熱中症で救急車が出動したというニュースもよく聞きますからね。そうなんです。ところで後藤さん、熱中症の発生場所別の救急搬送人数が最も多かったのはどこだったか覚えていますか？確か家の中だったような気がします。さすが、大正解です。これは総務省消防庁が令和5年の5月から9月にかけての発生場所別の救急搬送人数を発表したものですが、最も多かったのが住居、そして道路、公園や競技場、駐車場などの屋外施設が続きます。熱中症は外で起きるとばかり思っていたので、本当に驚きです。もちろん私もです。次は熱中症にならないための対策を見ていきましょう。まず一つ目のポイントは、暑さを避けること。エアコンを利用するなど部屋の温度を調節する、部屋の風通しを良くする、暑い日や暑い時間帯には無理をしない、涼しい服装にする、外出時には日傘や帽子を使う、涼しい場所や施設を利用する。後藤さん、今日や明日の暑さはどうか知っていれば様々な対策が取れますよね。そうなんですよ。この時期私は暑さを天気予報などで必ず確認しています。そうした暑さを知ることができるいいサイトがあるんです。それがこちら、環境省の熱中症予防情報サイトです。熱中症特別警戒アラートや情報の配信サービス、熱中症の発生しやすさを示す暑さ指数が今日、明日、明後日まで確認できます。これを見れば明日は家で過ごそうとか、明後日は出かけようとか、行動が決めやすくなりますね。そうですね。次は2つ目のポイント、こまめに水分補給しましょう。喉が渇く前に水分補給、1日あたり 1.2 リットルを目安に、大量に汗をかいたときは塩分補給も忘れずに。それから水分不足は熱中症だけでなく、脳梗塞や心筋梗塞、
免疫不良などの健康障害の原因にもなるということですから、注意が必要です。水分補給って大切なことなんですね。室内にいてもお水は飲んだ方がいいんですよね。もちろんです。特に気をつけたいのが、室内にいるときやトイレが心配な夜間、水分不足による熱中症が目立ちます。時間を決めて部屋の中で、起きているときには1時間に1回、外を歩いているときは30分に1回、外で運動しているときは15分に1回などと決めておけば忘れなくていいですよ。そしてポイントの3は、日頃の健康管理です。日常的な運動や適切な食事、十分な睡眠など、シーズンを通して暑さに負けない体力づくりを心がけましょう。体調が悪いと感じたときは無理せず自宅で静養しましょう。次がポイント4、暑さに備えた体づくりです。暑熱順化です。暑熱順化とは、体を暑さに慣れさせること。普段の体温でも汗をかけるようになり、血流も増加するので熱が逃げやすくなり、体温の上昇を防ぐことができる。つまり熱中症にかかりにくくなるんです。暑熱順化の方法、その一つ目は外に出ること。短時間外に出てみて、汗をかけるかどうかをチェックします。状態を見ながら少しずつ時間を増やし、たくさん汗をかけるようにします。二つ目は、湯船に浸かる入浴です。短い時間から無理のない範囲で汗をかきましょう。3つ目は食事。暑いからといって冷たいものだけを食べるのではなく、温かい料理や発汗作用のある料理を食べて汗をかくようにしましょう。今回はさまざまな熱中症情報をお送りしました。今日や明日の暑さを調べたり、激しい運動を避けたり、部屋の温度を調節したり、対策をすれば防げることもお知らせしました。ご自分に合った対策で熱中症を防いでくださいね。中澤さん、今回私がなぜ清流神社にやってきたのか分かりますよね。もちろんです。6月14日から16日まで浦安三社例大祭が行われるからですよね。そうなんです。三社というのは、ここ堀江の清流神社、猫座根の豊桶神社、そして東大島の稲荷神社です。コロナ禍の影響で8年ぶりに開催される浦安三社例大祭、ゴールデンウィークにはあちこちでもう準備が始まっていました。こちらでは三木所作り、氏子の皆さんが集まって草刈りをしたり掃除をしたり、芳名板を設置したり、祭りが終わるまで皆さんの拠点となる三木所作りが町のあちらこちらで行われていました。祭りでおみこしを担ぐのはもちろんですが、楽しいのはみんなで集まって作業をしたり話し合ったりする、こうした時間だと教えていただきました。三木所作りは氏子の皆さんのコミュニケーション作りの場だったんですね。こちらではその三木所開き、そして沿道では早朝から始まった提灯飾り、のぼり旗も立てられて、お祭りのワクワク感が高まりました。続いて私がやってきたのは猫座根の豊桶神社です。実はこちらには三神社の総大長さんと宮司さんにおいでいただきました。8年ぶりの祭りへの思いや市民の皆さんへのメッセージなどお伺いしていますので、お聞きください。住民の方大変盛り上がってますんで、また素晴らしい祭りにしたいと思ってますんで、よろしくお願いいたします。各三木所さん今準備作業を行ってますんで、
これからますます町の中も賑やかになっていくんじゃないかなと思っております。町全体がねもう盛り上がってますからね。それに忘れてる方とか全然経験してない人いるでしょ。その人たちのものを大いに参加していただいてね、この伝統的な神輿の祭りをねみんなで味わってほしいと、そういう気持ちですね。この周りの氏子さんがね町の幹所盛り上がりが早いっていうかね、もうその空気ですね。待ちに待った祭り、なんか期待をしているみたいですから、まあ、素晴らしい祭りにしたいなと思っております。見どころ、やっぱり柳通りとバイパスですかね。はい、広いところでやるとやっぱり人もギャラリーも多いんで盛り上がりますね。ぜひ大勢に来てもらいたいですね。氏子ではないけれど、おみこしを担ぎたいという方に対しては。スリッパだとかそんなんじゃ担げないんで、やっぱりちゃんとしたですね、支度をしていただければどなたでもですね参加できると思いますんで、氏子さんじゃなくてもいいですから、とにかく大勢の方に一つ参加していただければと思っております。担ぎたい、うん、それは言いますよ。まあ、知らない方もね、昔の祭りをねこういうふうになったものもね覚えてもらうチャンスですしね。ですから一回参加してね、この伝統的な祭りをね味わってほしいという気持ちがありますよね。うちの若い衆だけじゃないからね、氏子だけじゃなくよそから来るのが人が多くてね、すごく賑やかですよ。着々と準備しております。で、まあ、祭りは、まあ、出汁とか子供用のみこしもありますから、ぜひ市内の、ね、大勢の方に参加してもらいたいですね。ぜひ来ていただきたいですね。まあ、ルールに従ってくれればもう来々です。はい、総大町の皆様ありがとうございました。続いて宮司さんにお話を伺いました。浦安の町にとっては8年ぶりで、私にとってはですね、本当に宮司に就任してから、まあ、初めてのお祭りということで、もう本当各神社やっぱり総大長を中心に氏子の皆さんがしっかりとやっぱりこう準備されておりますので、もう本当に平成28年のお祭りに見劣りしないようなですね、まあお祭りにぜひなっていただきたいなというふうには考えております。神社の方はですね、サポートですね、がもうメインで、まあ、我々なんかは6月14日の御霊入れから、まあ、そういった神事携わらせていただくような形になりますので、まあ、今そういったものに向けて、まあ、しっかりと準備はさせていただいているところです。はい、まあ、これからも、まあ、氏子の皆さんがやっぱり、主になってですね、主役になってぜひ楽しんでいただきたいなというふうには思っております。今度は東大島の稲荷神社にやってきました。さあ、ここからは実際の祭りをご紹介しましょう。100基以上の神輿や山車が町を練り歩いた8年前の浦安三社例大祭の様子です。まずは清流神社からです。祭りの初日は宵宮、神様を神輿に入れる御霊入れです。お待たせしました。それでは1日間思いっきり楽しんで大祭を盛り上げましょう。お神輿に御霊が入って、宵宮のこの日にしか味わえない特別な雰囲気に包まれます。祭りの2日目と3日目は神輿渡御、宮神輿を先頭に町内の神輿が続き町を練り歩きます。清流神社の宮神輿は塗りと白木の2基で、屋根の部分が8つの棟でできている八つ棟神輿、関東でも珍しい神輿だそうです。三社の宮神輿の特徴は精巧な織物が施されていること。神輿を見るだけでも引き継がれてきた伝統の文化を感じることができます。そして大きな特徴が掛け声と独特な担ぎ方。まずは地面すれすれまで神輿を下ろし回転します。この地すりは三神社それぞれの特徴がありますから、この後よく見てくださいね。続いては察し、その後は音頭取りの合図を受けて担ぎ棒を叩き、神輿を頭上に放り投げます。こうした動きは漁師町ならでは。荒波や静かな波など海の動きを表現しているといい、
浦安の三社神輿の勇ましい見せ場となっています。神輿渡御2日目、大三角線の渡御は壮観、200メートル以上も神輿の列が続きます。女神輿も加わりましたよ。そして夕方、祭りの盛り上がりは最高潮。3日間の盛大な祭りが終わりました。次は豊岡神社の宵宮です。夕暮れが迫る頃、20メートルもの大のぼりが見守る境内に神輿が集まり始めました。こちらでも御霊入れの儀式が始まりました。御霊が入り、魂が宿った神輿の躍動感、明日の渡御に向けて勢いよくお神輿に向かいます。2日目3日目は神輿渡御、宮神輿が先頭を飾ります。豊受神社の神輿は白木と塗りの2種類、まもなく100年を迎えます。宮神輿に祭りの会の神輿も合流して、勇壮に町を巡ります。こちらは中央公民館近くの奉神様の前ですね。そうですね。こちらは境川沿いの渡御、長い歴史と伝統を垣間見るような風景です。地すりが始まりましたよ。跳ねながら回転しています。荒れた海の波を表現しているようですが、大変な所作ですね。声が響いて祭りのにぎわいがさらに盛り上がりますね。それに担ぎ手と観客との一体感。豊受神社の神輿渡御、さらに見応えのある場所を見つけましたよ。それがこちら、柳通りの渡御です。すごい、こちらも見どころの一つですね。夕闇が迫ってきました。神輿渡御の時間は残すところあとわずか。皆さんの気合がさらに盛り上がります。境内が祭りの熱気であふれています。ちょっとうるうるしそうな光景。豊受神社の祭りも本当に素敵でした。続いては稲荷神社の宵宮です。夕方、こちらにも神輿が集まってきました。さあ、神輿に魂が入りました。町内会の神輿に続いて最後に登場したのは宮神輿。高張提灯が先頭になり、提灯行列、そしてまとい、木やりが続きます。宮神輿の担ぎ手は総大長や総大、梅雨払いが先導する。稲荷神社特有の威厳のある宮出しです。祭りの2日目と3日目はやはり神輿渡御。幼稚園の子どもたちも手作りの神輿や出汁で参加しました。大人神輿の渡御も始まりましたよ。こちらの地すりも見どころの一つ。波のうねりを表しているのがよくわかりますよね。圧巻なのは宮神輿の地すり、祭りの花です。最も重い宮神輿、担ぎ手は一つ一つの所作に集中し、地すりから放りまでをリズミカルにこなします。やっぱり見ている方の拍手や声が励みになっているんでしょうね。私もそう思いました。子ども神輿に大人神輿、自治会役員の方も担いでいました。そしてこちらでは裏方として祭りを支える皆さん、すべての世代が祭りを通して一つになる。祭りは地域のコミュニケーションの場としても大切な役目を果たしているんだなと思いました。
下鉄東西線高架下から柳通りにかけては見どころの一つ、終盤の盛り上がりです。こんな光景があったなんて感動しました。皆さんの声がまだ耳に残っています。こちらは今年の神輿渡御のルートマップです。神社のホームページなどに載っています。おおよその通過時間などが載っていますから、皆さんもぜひ参加して浦安のお祭りを盛り上げてください。では続いて、あんなことこんなことパート2をご覧ください。5月18日には高須小学校の19回目の運動会、1年生の児童代表による開会宣言で始まりました。今年のスローガンは赤と白、心を一つに勝ち上がる。全校競技は復活全校大玉送り。以前も行っていた全校児童参加の大玉送り、久しぶりの復活で早速運動会を盛り上げました。 1,2 年生の団体演技は歌って踊って一番上。1年生にとっては小学校での初めての運動会、2年生のお兄さんお姉さんと一緒に元気なダンスを披露しました。特別種目の輝け大空よさこいは、大空学級の児童と有志で参加した児童が合同でよさこいを舞いました。3、4年生の団体演技は高須に舞え浦安舞、力強くかっこよくを目標に練習してきた浦安舞、その目標通りの舞を見せました。5、6年生の団体演技は共に目指せ最高到達点へ、集団演技実行委員を中心に振り付けの構成を考えたという演技です。6年生にとっては小学校での最後の運動会、5年生と力を合わせて練習してきたその成果を披露しました。この他にも個人競技の徒競走や障害物競走、リレーなどがあった高須小学校の19回目の運動会、天気に恵まれ高須小の子どもたちは暑さに負けないぐらい頑張っていました。5月19日には浦安を描こう、これは郷土博物館が主催したイベントで、浦安の風景を描いて旧大塚家住宅と旧宇田川家住宅に展示しようというものです。講師は文化交流サポート浦安の皆さん、旧大塚家住宅で説明を聞いた後、清流神社へ移動して早速絵を描き始めました。まずは鉛筆で下書きです。皆さん思い思いの場所から見える風景をスケッチしました。さあどんな絵が完成するのでしょうか。下絵ができたら絵の具で色を塗ります。ポイントは明るいところと暗いところを色を使って分けること。皆さん先生のアドバイスを聞いて絵を描いていました。限られた時間の中で完成させた絵、どれも素敵な作品になっていました。この日皆さんが描いた絵は旧大塚家住宅と旧宇田川家住宅に6月9日まで展示されます。一度訪れてみてはいかがでしょうか。いかがでしたか。今回のこちら浦安情報局こちら、次回は市長散歩、虫歯予防などご覧の内容でお送りする予定です。中澤さん、元町の様子を見て私もすっかりお祭りモードになってしまいました。浦安三社霊大祭は6月14日からの3日間、もう間もなくです。熱中症対策をしてぜひご参加ください。対策の一つは暑熱順化ですよ。今から始めればお祭りには十分間に合います。そう
そうですね。それでは次回もまた見てくださいね。